ごきげんよう、ガラクタやオルゾーです。先日ガンバレジェンズが稼働開始されましたが、稼働前からバンダイの炎上があまりにも多かったので今回は動画にしました。見ていってください。 PRDK の転売価格が2000円超えてる件。まずは PRDK の話から。こちらのディケイド、現在メルカリにて2000円以上で取引されています。初動が1000円だったのでなぜか高騰してます。あまり知られてないみたいなんですが、実はこのカードはキャンペーンで応募者全員に配られてるんですよね。参加条件としてガンバライジングの GG 三段を一度遊ぶ必要があるのですが、言うて100円ゲーム機に突っ込んだ後ネットで応募すればいいだけなので、本来このカードに1000円以上の値段がつくことがおかしいんですよ。現在ガンバライジングが稼働してないので応募することは不可能ですが、メルカリで転売ヤーから買ってるやつらに言うと、なぜ先に応募しなかった、メルカリで買えてる時点でガンバライジングに100円を入れることもできたし、応募することもできたはずなんですよね。転売ヤーから買うとかバカじゃねえの。このキャンペーンをやった運営も高騰することは分かってたはずですけど、転売ヤーにお金を配りたかったわけじゃないはずなんですよね、この件だけは。でもレアカードを配らないと古参税が残ってくれないから配らざるを得なかったと思うんですよ。もう一つ考えられる目的に在庫処分もあったと思います。ガンバライジングの差し入れが発表されたのが GG 2段の真ん中あたりで、その直後にガンバライジングのカードの価格が暴落したんですよ。それでも GG 3段は生産数を絞ることで希少性を高く売り切ることに成功しましたが、皆さんカード価格が暴落してる時に GG 1段2段回します？リリリミックス段回します？回さないでしょ。メルカリで価格崩壊起こしてるんだから、欲しいカードがあればメルカリで買えばいいんですよ。なんならブックオフでも価格崩壊起こしたんですからね。ゲームをやるために不良在庫を引き取ってくれる人なんて、邪王を使ってるクソガキと邪王を使われてツイッターに晒してるツイハイだけなんですよ。だから運営としても不良在庫を差し戻されたくないから、シャーナス PRDK を配ることにしたんですよ。どう考えても PRDK で1枚を郵送するのに100円以上のコストがかかる気がするんですけどね。だから少しでも多くの人から100円を集金しようとしたら、2000円のカードを配る結果になったのは滑稽ですね。ここからバンダイがおかしくなります。新宿での広告と持ち帰れるカードについて、皆さんも記憶に新しいでしょう。新宿のあの件、バンダイは転売祭りになるのを分かっててあの広告を出したんだと思います。確か過去に野球の監督が名刺を配って後からメルカリで転売祭りになった件がありましたよね。一人で複数枚持ち帰れてしまうことの対策がないのは不自然ですし、新宿でしかこの広告をやっていないというのも転売祭りに拍車をかけていました。持ち帰れたカードは過去にも配布された C15 デザインのライダーライセンスと決め台詞の書いてある紙切れだけなので、生産コストも安いです。プレイヤーから見ても決め台詞の書いてある紙切れが転売されるくらいなら文句は言うけど、ガンバレジェンズから離れるほどヘイトにもなりませんし、全国で配布しなくていい分紙切れの生産量も少なくて済みます。転売ヤーが絡んでいるだけでネットの記事やゆっくり解説で勝手に取り上げてくれるので十分話題にもなります。ここまでバンダイ側がかけるコストと話題性の大きさや不自然な点が多いと、バンダイが配った持ち帰れるカードが転売の標的にされたというより、
転売ヤーに無料で有料商材を配って話題性のためにバンダイが炎上商法をしたと考える方が自然だと思えてきますけどね。新1号の LR パラレルのエラーカードについて、このエラーカード今見てもありえないんですよね。最も有名な仮面ライダーで今段のトップレア、言うなれば目玉商品ですよ。ミスがあってはならない商品で、致命的なミスが起きてしまったら炎上もしますって。俺は神絵師様を非難したいわけではないんですけど、絵を描くときに資料とか再確認しなかったのかなとか、納品前にミスがないか確認しなかったのかなとは思うんですよね。それに比べてバンダイなんで止めなかった。バンダイは納品された時点で気づいてないわけないんですよ。開発スケジュールが切羽詰まっていたとはいえ、商品未満のものを発表する時点でプレイヤーからは非難されるのは目に見えていたでしょう。むしろバンダイがイラストミスに気づいた時点で、一時生産分は修正が間に合わないけど発表してすぐにお詫びと交換対応のお知らせをすれば落ち着くだろうとか考えてそうですし、逆にエラーカードは希少性が高くなるからプレイヤーはエラーカード目当てでいっぱい回してくれる、だから最初の方は売り上げが伸びるかもしれないとか考えてたでしょう。商品未満のエラーカードを売って逆に売り上げが伸びるのはダメだろう。本来エラーカードって生産中に予期せぬエラーが起こって対応ができなくて世に出回った結果使用価値がつくのであって、トップレアのカードデザインの時点で間違いがあるのに交換対応で流通数を絞って希少性を操作するのはバンダイのやり方としても間違ってるだろう。結果として俺はこのカードを当てましたし、また引きに行きたいとは思ってますが、バンダイはわざとエラーカードを作って金儲けをしようとしてるんだと思いました。プレ版のバインダーがもうすぐ発送される件、最後はこれから起きるであろう炎上について予想します。それがこちらのバインダー、ガンバライジングの冊集が発表された後に予約開始した商品で、現在は予約が終了しています。中身はバインダーとガンバライジングの資料集とサポートカードが3枚入っているのですが、サポートカードの効果と残り1枚だけデザインが発表されていないんですよね。この3枚のカードのうちどれかが人権カードになると予想しました。このバインダー集金に失敗してるから。前回は結構被害者多かったけど、今回のは資料集目当てで買う人は少ないでしょう。だったらカードを人権カードにして転売価格が高騰してから炎上するだろうから、炎上が大きくなってる時に二次受注をして売りさばきそうなんですよね。で、二次受注が集まってから筐体排出で上位互換を出してもう一回炎上すると、バンダイならやりかねないと本気で思ってますよ俺は。以上でガンバレジェンズの炎上について話してきましたが、いかがでしたでしょうか。ゲーム自体は面白く作られているように、稼働開始前の炎上が多すぎて運営の評判がかなり落ちてると思いました。というかここまで立て続けに炎上を起こしてるとバンダイはわざとやってんじゃないかと思いましたけどね。今回の動画はここで終わりたいと思います。よければ高評価、チャンネル登録お願いします。皆さん、ここまでのご視聴お疲れ様でした。